どうやって投げる？あ、確認俺も食べたい。ちょうだい。ドルさん、確認食いたい。はいはい、これ。なんか子供みたい。チーズ。あざーす。画質はだってパソコン配信だもん。412。ガンガン飲むよ。そりゃそうだよ、ね、だって今ツートップいるな、あ、ツリートップか。今日は楽しい日だなぁ。しばらくないですよ。ワドさんにもいろいろ教えてもらったりじゃん。ペニーは今喜んでます。ペニーは今喜んでます。すごい、ワドさんの素晴らしい、すごい。あ、新鮮ちゃん、香ばしさね。お邪魔してます。めっちゃ綺麗に映ってね。お、すごい、さすが。画質は負けないよ。多分深夜っちょか俺かじゃん、画質は。深夜っちょに負けちゃダメ。深夜っちょね、4K のね、カメラ買い始めて。まあ、使いこなしてないんだけど。セクシンゴと、アドオと、深夜っちょ。でも、アドのが一番綺麗。いや、違う、セクシンゴに画質の設定教えたの俺だもん。それで仲良くなったわ。へぇ、そう。セクシンゴの話は最近どこも綺麗。だ、和道さんが教えてるんですね、いろいろ。そう、慎吾さんは。で、なんで2回行った今。本人が言ってるんだって。あの、復唱してね。やっとね、カメラの性能はいいの。金はかけてるけど、機械を使ってますね。要はね、だから、あの、要はここの色合いとか、あの、抜け感って言うんだけど、そういうのは、あの、機材の質なの。ただ、安定感は俺の方がある。ちょこんじ。動かしちゃうぞ。いや、バイクの収納性はね、あ、そんなに、あの、こだわってないよ、俺は。なんですか、この顔。やめてよ、本当に怯えてる。かわいいよね。本当に怯えてる。こうや、俺ね、こうや、最近、こうやさ、お前さ、あの、ラジオ放送でさ、超可愛い顔やったでしょ、はい、あの時、こうや可愛いと思った。ああ、こうやの、こうやの可愛さに気づいた、俺。ああ、そう、こうや可愛い意味わかんねえよって、深海吹きやって言ってたの。ああ、だけど、俺はこうやの、あのね、要はね、生き物係のボーカルみたいな。わかる？なんか、ブサイクなんだけど、なんか、可愛いかもっていう。可愛い。ドリンクラスそうだな。ウロンちゃんください。ビールください。ウロンちゃんください。ウロンちゃん。ビールで。あんまりしないですね。それいいと思う、すごい。すごい強い。ペニーグロッキーだわ。ペニーグロッキーだわ。映像戦も。ムサカワ系なんだよね。てか、俺、荒野の枠一回しか見たことないの。正直言うと。はい。で、そしたらなんか、悪電波がどうのこうの言ってたね。あれ何なの？はい。悪電波がどうのこうの言ってたけど、沖縄何なのあれ。沖縄ですか？沖縄なんか、なんだかで、悪電波がどうのこうのってホテルで言ってて、全然面白くねえと思って。あれは、あれは宗教系のネタですね。はい。面白いよ。ていうかさ、俺前から言おうと思ったんだけど、はい、俺パンクスなのってんじゃん。はい、どこがパンクなの？俺こうやグランジだと思うよ。グランジですよ、うん、はい、グランジ系ですよ。ね、パンク好きなの？はい。誰が好きなの？ニルバーナ。ニルバーナ、グランジだから、パンクじゃないから、だからそれを言ってんの、はい、グランジ系で作ってたの。ニルバーナ、グランジだから、はい、絶対それ分かったの。はい、皆さんごめんなさい。これパンクじゃない。グランジだよ。いや、ヒッピーの。はい、ニューエイジってわかる？わかります。ニューエイジなんだよ、お前。はい。今、ニューエイジなのに、パンクさん。プロフィール変えます。それはニューエイジだ。パンクは俺。あ、ブロックしてる。俺みたいな、アナーキストはこういうのがアナーキストです。ああ。白ワインでキャンタッチ。今ちょっと充電中。うん。ドリンクラストオーダーなんですが。僕ビール頼みましたよ。ウーロン茶で。ニルバーナグランジだよね。うん。そうやは絶対グランジだな。大丈夫です。ニューエイジだっつったの。多分意識してんの。ファッション的にも、やりたいことも。パンクじゃないんだよ、こいつ。先輩に話しかけて、反応しろ、少し。うんとか。じゃあ、はい。でも、グランジってのは、ありのままに。声かわいいっす、声かわいいっす。声はかわいいんだけど、なんか、なんだろうな。つばにゃ、マジで綺麗になった。あ、ありがとうございます。恋してるんだろうね、多分。してないよ。そう。してない。配信やめたので、ネタでいかないじゃないですか。
配信者だったら汚い方が売れると思ってるんで、まあねまあね、すごい綺麗全部捨ててましたよ、うんね、今の方が輝いてるすごい。あ、本当ですか。いいと思います。優しいドレス、あ、ドレスさんじゃない。マドンさん優しい、ありがとうございます。多分恋してるから。恋してる。いや、そういうところだって。そういうところだって。なんか見てる。なんでさ、人の枠になった瞬間借りてきた猫みたいになるの。なんでさっきまでさ、生きてたのにさ、人の枠になった瞬間さ、借りてきた猫みたいな。そういうところなんだって。思わないみんな。さっきまでさ、リッスンとか言って生きてたのにさ、アウェイになった瞬間さ、だからダメなんだよ。だからダメなんだよ。チキンだろ、これ。マドさんおこです。マドさんおこです。そう思わない？散々さ、あんなに切っててさ、しまってるさ、他人の枠に来たらこれだったよ、本当。そうもね。ちょっと閲覧伸びると調子乗っちゃうんだから。分かってるよ。俺がどれだけマドを愛してるか分かる。どれだけ愛してるの？いや、聞きたい、俺。俺、旅団より全然俺の方が愛してる。いや、でも。だって俺、移動中も、ずーっと聞いてんだよ。マドの放送逃したことないんだよ。わかるわかる。出しゃばったらダメと思ってる時点で終わりだよ。もう向いてねえよ、配信。すごい。そう、謙虚なんですよね。謙虚とかいらねえから。いやもうね、俺ね、ドルさんに言いたいこといっぱいあんの。言いましょう。言いましょう。あのね、まずね、人の企画でこんだけ、だって言われたでしょ、つまりは。ちょっとさ、俺さ、オフ会があるんだけどさ。あ、呼ばれてないじゃん。普通に来たの？今夜言われなかった。電話来なかったね。俺を、リアトツマチがあるんだけど、ちょっと来てくんないって言われなかった。DM は来ました。来たでしょ、はい、来たでしょ、はい、まず、人の企画でね、荒野とかツバニャンとか大御所なのよ。キャリアがあるし、お前はトレンドなの。で、ね、合同凸町でやりましょう企画でお互い盛り上げましょうだったらわかるよ。なんで、そんなポットでのさ、どれの深夜食堂だかなんだかわかんねえやつがさ、お前客じゃねえよって。こんなの、だって見たことある人のリア凸町で、人のリア凸町で僕の放送にリア凸してくれませんバカじゃねえの、そんなの聞いたこともねえよ。聞いたことねえよ、マジで。いや、まぁ、あ、荒野は、ね、荒野は置いといてね。いや、恥ずかしいよ、マジで。この流れで、ね。だったら、報道でみんなで盛り上げようよって、ペニーさんだって配信者なのよ。マドは欠かせない。なんなの、その、俺のリスナー扱い。俺だよ、これ。天狗。ちょっと閲覧伸びるとこれっすよ、みんな。絶対痛い目見るよ。そのメガネ似合うね。いや、似合うよ。違う、聞いて。ちょっと待って、何をかけるかないの、誰がかけるか。俺がかけたら全部かっこいいの。何をとかいらない。はい、ミール。カモコちゃん、カモちゃん、はい、あの伊勢市さんにお願いします。おっぱい当たる、おっぱい当たる。ロブちゃんの方、はい、あんま、ありがとうございます。そうそう、みんなメガネさん。いや、いやいや、誰がでしょ。誰がだと思うよ。誰が言ってんのかな。マドかっこいい。あ、やだ。ノーコメント。だから、俺、親御さんから相談来るの。親御さん。ね、あの、マドさんって、うちの息子が言うこと聞かないんです。勉強しないんです。どうしたらいいと思いますかって。お母さんって、子供ってバカじゃないよって。見てるんだよって。ちょっとお前、俺が喋ってんだろ。聞けよ、リズさんだろ。イエス、キリストって言ってんだから。人が話してる時にブツブツ言うんだったらダメだよ。俺の話聞かないと。ね、親御さんが言うんだよ。いや、言うこと聞かないですよって。マドンさん、どうしたらいいですかって。いやね、とお母さんって、お母さんの生き方、子供を見てるからって。だからお母さんの言うこと聞かないのはお母さんが尊敬されてないからだよって。ね、 AKB の前田敦子好きだったら前田敦子が勉強しようって言ったらするよって。子供って何を言うかじゃない、誰が言うかなんだよ。わかる。人だから。俺が来たら全部ブランドだから。なるほど。わかる。はい。シーンってしちゃったかって。いいんだよ。響いてくれたらそれでいいの、俺は。心で聞いてほしいの。心で語ってるから。はい。過呼吸。そういう風になんないの、本当に。過呼吸すぎだろ。いや、ブランドでしょ。
だって俺っていうのが来てるんだから、なんか言われたの、これ666のリストバンド、ね、原宿で売ってんの。いや、和道さんって、和道さんのリストバンドをね、666買いに行ったら、和道さんすごいっすねってみんな買ってるから売り切れでしたよって言われたもん。当たり前だろって。俺がつけてんだから。俺がつけてんだから、日本中のリスナーが666でこれ欲しいってなるでしょ。それが俺なの。わかる？濡れる？ありがとう。いや、まず言われんの。言われんのよ。その奥さんたちに、和道で何回オナニーしたのって。俺聞くの、本当に。和道で何回抜いたのって。いいよ。あったんかよ。本当に本当に。あいらかよ。苦笑い。マジで。それ何回つってんの？いや、みんないっぱい抜いてるよ、俺。何回？俺、オナペットだから。何回もいるよ。日本全国に。ここにもいるでしょ、何人か。いや、いるよ。いるよ。絶対いるよ。言わないだけで。言えないから俺わかるから。俺わかる。人の話を聞けよ、お前は。そう、ワドニー、ワドニー。ワドニー。ワドニー、ワドニー。ワドニー。俺もちょっと試みたことある。で、何が？ワドニー。いいよ、全然。全然いいよ。全然いいよ。でもね、なんで俺でオナニーしてってお願いしてるかっていうと、その人の性格がわかんの。どういうセックス求めてるか。わかる？その子は俺に何を求めてるかわかんの。だから俺でオナニーどうだったって LINE で聞くの。そしたら、すごい乱暴だったって言うから、今日は乱暴に行こうかな。今日の放送をちょっと荒ぶろうかなと。そうそう。すごい囁かれたっつったらちょっとね、マイクのボリューム上げたりとか、ちょっとサービスしないと。ウィスパー系でね。そう。ウィスパリング系で。収入が合わせんのよ、配信も。そう。でも、生リッスンの方がやっぱかっこいい。いや、俺カリスマだから。いや、間違いないと思うよ。ちょっとかわいいよ。なあ、こや。だから言われんだよ。実物であった方がかっこいいって。最近めっちゃ来てるよ。最近じゃないから、ずっと来てるよ。めっちゃ来てる。先生、再評価が始まったの。気づかなかっただけの。時代が追いつかなかった。だって、合計で1000ぐらい来てんだよ。何が？いや、リッスンに会いたくて、うちのクラス全員見てる。いや、いいじゃん。だから、いいよ。合計で1000ぐらい来てんだって。何が来てんの？閲覧1000ぐらい持ってんの。持ってるとか言うなよ。こだわってないの。閲覧とか売り上げがとかいらないから。名言。見たきゃ見ろよ。見たきゃ見ろ。だって俺別に配信者にこだわってないから、別にラジオの仕事でもテレビの仕事でも何でも出るから。受けるから俺は。ツールだから電卓とか電話とかでしょ。この際、出していい日めくりカレンダー、俺が。いいよ別に。ただ、オフィシャルでは出せないよ。俺、ハンコ押せないよ。だからパチモンとしてやりなよ。いいよ別に。うちのブランドはハンコ押せない。絶対出せない。で、異常なブランドはちょっとね。無理。使えないで。うちのブランドロゴ高いから。無理。いいのよ。だから時代が追いついてないだけだから。1000年、2000年先に語り継がれるだけだから。だってブッダだって釈迦だってキリストだって叩かれる。キリストなんかゴルゴダの丘でロンギヌスの家に疲れちゃったんだよ。はい、殺されちゃったんだから。わ、はい、かんねえって、キチガイがいるっつって。はい、今どうよ。聖書ってベストセラーだよ。一番読まれてんだから。一番読まれてんだから。そういうもんだから。叩け。叩け。俺が怖いんだよ。日本とか世界が俺を恐れてんの、マジで。マジで。なるほど。マジで。怖いの。だから俺本気で、ドルさん言ってたでしょ？ネットの工作員がいるんだって叩いてるやつ。要は多分ね、安倍とか怖いと思うよ。俺の思想が。要は全部めくるから、俺。めくられちゃうから。だって洗脳だから。もしかしたら、首相になるかもしれない。いや、首相とかじゃない。政府が恐れてんの、俺の思想。そう。だから、もう、自民党の工作員、ネトウヨたちが、もうカタカタ。JK スミレは多分常に。そう。もう怖がってる。世界が俺を。みんなついてきてる？ちゃんとついてきてる？いい、ついてこれないやつはついてこれないから。わかるやつにはわかるから。わかるやつにはわかってる。そう。俺は、ウェルカムだから。かっこいい。いや、マジで。だから本物にだけ伝わればいいの。そう。これイノベーター理論。ジェフリー・ムーアのキャスムっていう本を読んでほしいよ。そう。イノベーター理論って言って、で、ラガードを相手にしたらダメなの。わかんない。だって携帯電話10年前、20年前。こんなの流行んねえよって言ってたんだから。
今携帯電話持ってないみたいよ。スティーブ・ジョブズが iPhone 作るって言って誰も気づかなかったんだよ。わかる？みんな使ってんじゃん。みんな使ってんじゃん。イノベーターはラガードには伝わんないんだよ。イノベーションやりたては俺んとこ来いよって。そう。まずは頭のいいやつから来いって。金持ってるやつから来いって。力のあるやつから来いよ。公約な生公約な頼んだ公約は生公約は抱きたいとは思わないけども男として可愛いね。男として可愛いってあんまり飲むよ、カズありがとう。表現じゃないけど声で、はい、ワドンさん、ワドンさん今の話ってカー君でしたか。まあ、それは理解し違う違う、理解するじゃないの。ね、ブッダって分かる？釈迦。ゴーダマ・シッダールタって何をやった人かっていう、大気説法っていうことをやったの。要はね、マガタ国っていう言葉だから、マガタ語を使ってたのよ。だけど、そう、要は自分のシャーキ族の言葉を使ってたんだけど、インドの言葉だったらインドの言葉。要はね、何を言ってるかっていうと、この人に合わせて、人に合わせて話してる。はい、そう。そう。だから、要は、荒野に話す話とドルさんに話す話って変わるんですよ、会話が。要は、荒野に今必要なことを言わなきゃいけないし、ドルさんに今必要なことを、お互いに学び合わないといけないと思ってるから、だから、放送の難しいところって、マスじゃないですか。最終に向けて話してるんで、分かる人にしか分からないっていう、できると俺は思ってる。そう。大学教授が幼稚園生に何話しても伝わんないんですよ。ただ俺はそれでいいと思って、分かる人に分かればいいと思って。そう。で、もし、俺の話が対面で来たいんだったら会いに来てって。そう。そしたらフェイスとフェイスで合わせられるから。でも、すごい思ったのが、さっきから、キサコの中心の3人分。あ、ごめんなさい、言ってきました。ごめんなさい、正直なんで。匂うよ。どっから出すの、ドレさん。どっから出すの、お金を。あんまりテンパると私これするか、これするか。ポシェットから。あれ？いや、妻に怒ったんだけど。いいんですか、いい。ありがとうございます。なぜか私の提供は。すいません。ペニーさん優しい。ありがとうございます。提供落とされんだよ。いい気になりました。ごめんなさい。一番しっかりしてそうみたいな感じ。いや、先抜けたからね。なんで笑ってんだよ。どっか出した？いや、コメントを読んで。楽しかったです。どう変わる？一人いくら？3号こうやくんは母ちゃんも可愛くてしょうがないでしょうね、多分ね。食べてください。それ分からない。女の子に生まれたらよかったのにね。この中で一番稼いでるのはこうやくん。あ、そうなんだ。どれさん頑張んないと。どれさん頑張んないと。函館記念で2万5千円。ね、すごい思ったよね。優しかったから。飲むよ。飲むって。プラス2万ぐらい。カラオケ行きたいですね。カラオケ行きたいね。俺はね。短いかな。のんちゃん来ないんですか。のんちゃん。呼んだら来る。いや、のんちゃん来るかな。ごめんね、のんちゃんがあんなことしちゃって。配信者なんで美味しいです。やめたんで全然。ごめんね。美味しいです。2000行ったからね、のんちゃんの。あ、そう。へぇー。じゃあ、ここ出しとくよ。俺はもうブロッキーなんで、帰りますよ。嘘でしょ。こっちの方で。帰るの？帰ります。なんで？予定あるの？いいじゃん、カラオケも。そうよ。いや、
もう僕はお家で入ってお酒が抜けたら帰ります。なんでじゃちょっとは言います。ベニーさんまた絡もあ、優しい。じゃあ約束してたわ俺ずっといつか機会あったら。そう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 、今日はほらドレさんの会だからさ、そうそうそう、あれだけど。いや今日は帰らせてください。ガッツリ控えめですね。じゃあ実はさ、今日のんちゃんの誕生日なんだよ、だから俺ごねたの。のんちゃんは来ないの。んちゃんだから誕生日会しましょうよ。でも俺はかっこいい男だから、のんちゃん誕生日だからピザーラの照り焼きチキン L ちゃんと与えたから、おい誕生日だろ好きなもん食えよっつって、どこ行くっつったらピザーラがいいっつったから、ちゃんと誕生日プレゼントやったから大丈夫。のんちゃんもう満足してる。かっこいいだろ。3980円、グアバジュース2本、クーポン付きで。リアルリアル。うん、優しい。アパイだね。コウヤが借りてきた猫みたいになってる。コウヤくん今度絡もうね。あーよーなんでやるのそっちかやっぱ。目が怪しい、目が怪しい。笑うたらね、優しい。なんかあれですね、ドレさんとコウヤくんの距離近いですね。ベニーは、ベニーはこの回で帰ります。また楽しい回を楽しみましょう。このままじゃねえかよ。面白いコメントしてみろよ。今日飲もうぜ。おばちゃん、おばちゃん。なあ、そうですね。今日とことん飲もうぜ。ベニーはこれで帰ります。誰が一番かっこよかった？当たる。配信の方。ワドさんでしょう。ドレさんだろうが。ドレさんか。ここは。ドレさんか。そうですね。ドレさんとはね、ワドさん、僅差ですよ。うん、俺は素人だよ。素人だよ。じゃあ、俺はね、お台場に歩いてる、こうやって歩く犬嫌いなの。お台場とかに歩いてるさ、嫌いなのよ、はい。あいつらさ、生まれた親が良かったから、うまいもん食ってるでしょ、はい。俺はお前がそれに感じるの。嫉妬するの。お前の可愛がられ方とか、はい、可愛さとかに嫉妬するの。はい、要は、金梅さんに名前呼ばれてもらうまで、俺4年かかってんの、はい。でもお前はさ、たった1日でさ、おこうやこうやって言ってもらうでしょ、はい。光くんとか。だから、俺はお前のこと嫌いの。はい。そう。お前はお台場で歩いてる、要は、勝ち組なんだよ。持ってるやつなんだよ。ああ。それはあるかもしれない。そう。荒野の才能が俺は嫌なの。俺は持ってないやつだから。お前は持ってるやつだ。ありがとうございます。努力の。お前も可愛いよ。俺は可愛い。可愛い。俺は可愛い。ただ、可愛さに気づくやつは本物。今日は。なかなかいないけど。失敗飲めませんでした。俺は可愛い。失敗飲めませんでした。可愛さに気づくやつは本物。可愛いよ。かっこいいし可愛い。いやーでも本当に俺はこうやとマジで話したい。今日はさすがに。来ました。前すごい褒めてたよな。和道さんは人格者でって。だってこいつ一番最初にリアクション俺だもん。今日めっちゃ言ったんだよね。そうですね。ペニーは変わりました。で俺じゃねえよって言ったんだよな。俺じゃねえだろって言ったんだよな。お前のタイプ金梅さんとかだから外形って言ったんだよ。ああ、じゃあね、俺言い合ってやろうか。こいつ多分ね、俺に憧れて配信始めたんだよ。俺のリスナーだから。なんて絶対そう、俺の裾を受けてる。なんて俺に憧れて配信始めたんだよこいつは。なんで笑ってんの、なんで笑ってんの。心配して触るから。そういうの今日は適当に泊まります。ここいっぱい泊まるとこある。あ、本当だ。いっぱいある。伝わるもん、目見たらわかる。俺に憧れてるなって。ありがとうございます。お客様がありがとうございます。客様ありがとう。和道キッズねって。はいはい。金梅キッズの皮かぶった和道キッズねって。わかるよって。ひげ剃りが失敗した。わかるわかる。もうちょっと剃り残しがあるんだよ。剃り残しが。いや俺ね、でもね、ツバニャンの顔見て今いい生き方してると思ったよ。綺麗だもん。ありがとうございます。女はね、いい生き方してると綺麗になるから。言わないでよ、言わないでよ。ツバニャン可愛いね。可愛くなったね。ありがとうございます。
汚ねアップすんなだって。ここ、ほくろがね、チャームポイントです。もうちょっとフォルムすり残しかな。もったいないさん、出した。ゴムなんて持ち歩いてるんですか。持ってない、持ってない、持ってない。産後、はい、ゴム出すんだよ。ただの変態じゃないですか。いや、何言ってんだよ。ごめんね、ごめんね、前ついてたよ。おい、ぽいぽい、ロックスかんな、お前。ロックスのかよ。ぽいぽい、ロックスかんな、お前。なんでこれ食べ？全然調子に乗ってないよ。だって俺が来たわけじゃないもん。どれがどうしても頼むかなって顔立ててくれって言うからお願いされた身分だから。チパチパ仕方ねえなと思って来たんだ。チパチパ、チパさ、俺ブロックしてなかったっけ。しょうがないじゃん。もう一回もう一回なんか勘違いしてんのお前らだよ。ちょっと俺ブロックしてなかったっけ。俺別に忙しいんだから予定がいっぱいあるんだからタイトな予定がさ、歩むって来てるわけだから感謝してもらいたい。ほんとペニー彼女募集中です。いやでもすぐできると思いますよ。いやいやいや、まだね、ヒデリンとかどうですか。まだね、S30 だから。すげえ、300人来てるわけだからマジで。いやそうでしょ、和道さんとコウヤ君いるの。マジで。和道さんがね、ヨエミさん、ありがとう。え、ヨエミさん、ヨエミさん来てる。なんで来ないの。なんで来ないの、ヨエミさん。なんで来ないの。チパ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 、お前ブロックしなかったっけ俺。ズボン下がっちゃうよ。ズボン下がっちゃう。ていうか、もうすでに下がってる。おい、なんだこれ。コウヤはどこ目指すの。来ねえよ、来いよ。お前何になりたいの。僕は配信を生きがいとして配信で死にます。すいませんなのです。はい、配信こそが生きがいです。おい、お前ロックスかんな、村越、はい、村越、お前ロックスかんな、この野郎。村越村越ロックスんながら、この野郎。村越ロックスかんな、この野郎。まだです、まだだな、まだ浅い。いいとこついてるけど、この野郎。まだだな。チパ、お前ロックしてる、ロックしてる、ロックしたら。一回やって、チパチパ、まあ、チパチパ。お前、いいとこ行ってるわ。いいとこ行ってる。前ですか。おい、いいとこ行ってるよ。頑張ってるな。ワドさんの悪口ってやつをお前ロックすっかんな、俺。全部もう僕は、個人情報。ワドさんの悪口ってやつをロックすっかんな、俺やろ。覚えてもらう。ひけらかしてやってるんですけど。次の時間よ。早く俺みたいになれよ。ああ、よかったよかった。何で待ってるから。あ、抜けたらよかった。たまたま今日すれ違っただけだから。皆さん、僕は、そうですね。僕は一杯しか飲みませんでした。はい。今回、港のお約束を持って、一杯しか飲みませんでした。待ってっから。はい。一杯も飲まなかった。ママに、ママにすけの、ちょっと、勘弁してください。勉強、あ、初めて。初めて。初めて。ありがとうございます。フォローしててください。Twitter のフォローと通知をお願いします。あと 2% です。すいません。すいません。あと 2% です。ラボ配信しません。これが、どれくんと俺の違い。あちょっと閲覧伸ばそうかな気分でね。別にいつでも出せるから。わかる。あと 2% わかる。それから俺1400人叩いてるからピンの放送で。落ちますか皆さん。やろうと思えばいつでもできるから。バイバイって。ツール使ってないからね。皆さん終わります。皆さん言う準備いいですか。皆さんおつください。なんかまあねそうだけどね。ごめんついていけない。そうそうそう、うん、バイバーイ。おつくれ、おつくださいコミーちゃん。ずんどこさん読んだけどおつって言って。ずんどこさん、おつです。ずんどこさんいらっしゃい。ショーンさん、ショーセット、めちゃめちゃ語ってんじゃないよ。チカラさん、サコちゃん、チュパロイちゃん、キャサちゃん、ケイさん、シュワッチさん、ルナさん、ヨイヤミさん、豚の丸焼きさん、ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございます。1% しかないので、お疲れ様でした。慣れたね。あ、もう、かゆみさん、ありがとうございました。お疲れ様でした。なんでさんなんですね。いつも DM3 人ぐらいしかから来ない。嘘。嘘でしょ。本当、嘘じゃないです。でも、DM めっちゃ来ないんですか。今来ない。3人ぐらい。俺、DM してって言ってんだよ。はい。そうでしょ。爪痕残せました。爪痕残せました。全然怖い。マジですか。女の子と今リスナーしてたら女の子来てって DM 待ってるよ。でもあと暇だから待ってるよって。急ぎ急ぎ急ぎ。そうなんですか。めっちゃ10件20件とか。おじさんとかランキングだよね。おじさんからいつも応援してますとか。あー、そうですか。どうしたら。もうこのまままた来ます。意外ですね、それが。僕、ワトさんにならないの。先生、俺は、明日撮るから。やっぱデートしようと。どれさん撮ろうか。今日、まあ、リアル2いいですか。ウルサ1位だ。あ、ダメだ。
どこのホテル泊まってんのとか、ね、1500でレンズのゲームしてる。マジか。俺さ、充電は今してる。今日リスン取れそう。そう。いや、そろそろ取った方がいいよ、ファンのために。そうですね。そう、俺ずっと言ってるけど、それは取らないとダメだよ。今日取らなかったらもうないよ。取ろうよ。充電あと何パー？頑張りましょう。まあ、いけるっちゃいけるけど、これ、アドンの株式。どれさんのファン、みんな待ってんだよ、ね、アドンの。競馬とかやります？やんないやんない。競馬ちょっとやりたいんですよね。競馬で20万円したい。みんな見たいよね、ドルさんがリスワン取るところ、ね、見たいです。みんな見たくない？見たいです。散々ドルさんのこと担いできたんでしょ。そろそろ見たいよね。電源がねえとかどういうことだよ。電源ありますよ。電源あんの？何パーになってる今？じゃあドルさんの。ドルさん、まあ、24%。 24%、はい、じゃあみんなで今日ドルさんリスワン取らせようぜ。取らせようぜ。イエーイ。みんなで一丸となってドルさん取らせよう。ちょっと待ってね。もういいっしょ、そろそろ。してないんですよ。みんなドルさん見に行く？みんなでドルさんの枠行こう。あ、ごめんね。何パー残ってる携帯？ドルさんの携帯。24パーですよ。24パー。はい。行くか。じゃ、ドルさん枠ちょっと開くから、あと2時間で伝説残そう。伝説残そう。いや、閉じるよ、閉じるよ。うん。行かないの？じゃあドルさんが枠取らねえんだよ。あの、買っちゃってるし。あの、充電切れちゃった。だから、つなぎで俺やってんの。いや、あんな俺も。せやせや、どれが枠、充電切れたから俺がつなぎで取ってんの？今、取ってるから。ドルさん、枠開いて。枠閉じなよじゃねえよ。どれが使えねえから俺が気使ってんだろうがよ。考えろよ。バカかよ、お前ら、ほんと。頭使えない、頭。配信者が充電ないから怒ったの、俺、さっき。みんなでドルさん担ごうぜ。今日取らせよ。ドルさん、枠開いて。あ、やっぱ背中つった。つりました？つったっすわ。首どうしたの？首これだから。いやー、大丈夫？今日はドレデーで行こう。今日はドレデーで。全員で拡散しよう。だから、頸動脈と、こっちをやったの。切れない包丁でさ、もうやめてね。開いたらそのまま行こう。包丁切れなかったんだ、あの包丁。やめて、マジで。もうやんない。で、うん、っていうか、だから、配信始めて、その自殺願望っていうのが、自殺処分っていうのがなくなったの。自殺願望あったもん、メインさん。俺もあった、昔。ああ、いや。なんか、ぐわーってくるよね。ダメよ。ダメよ。じゃあ次、電話して。おー、マジで。マジで。死にたくなったら、俺会いに行くから、マジで。死にたくなったらって。いや、死にたくなったら、俺に電話して。わかりました、わかりました。ダメよ。俺もあるけど。救急車で、これ、救急車で。ダメ、ダメ、ダメ。それでその次の日に隔離病院。大丈夫、死ぬから。ほっといても。ほっといても死ぬんだから、人間。ダメ、ダメ。開いた？パルパル君と年近いんだよ。開いた？いやいや、ヒカルさん30ですよ。え、じゃあパルパル君。パルパルはタメ。24ぐらい。え、タメ？タメ。つけてね。パルパル。うん、枠開いた。バカだこいつ、本当に。取らせると思ってんだよ。バーカ閉じねえよ、俺枠。バーカ閉じるわけねえだろうがよ。さすが。おい、殴り合いだよ。移動なんかするわけねえだろう、うちのリスナーが散々ディスられてよ。バカじゃねえの。ショートンの俺だよ、バカ野郎。見たこれ。閲覧取りたいんだよ、これ。さすが。格好つけてんの分かったでしょ。俺はいいんだよ。俺はいいんだよ、ワドとか言いながら。バカだよ、こいつ。これだよ、すぐ調子乗ってるっつうのはこういうことだよ。閉せるわけねえだろ、枠なんか、バカ。今日取んの俺だよ。取らせるかよ。配信会の厳しさ教えてやるよ、バカ野郎。すげえ。体張ってやってきてんだよ、こっちは。バーカ、閉じるわけねえだろ。閉じねえよ。それそうでしょ。閉じないでしょ。バーサスだね。どれさん。わー、来た、アグミ。アグちゃん、イエーイ。
そう、俺も花火欲しいんだけど、俺も花火欲しいんだけど、ちょっといいの？和道リスナーいいの？ちょっと花火一発しか上がってないんだけど、そう、和道リスナーの保険がもあるから、余裕余裕、俺いつでも撮れるから、俺いつでも撮れるから。二次会系、じゃあ、行きたい。行きたい。カラオケ行こう、行こう。カラオケ行くした。行きたい。カラオケ行こう。カラオケ行く。俺行く。嘘。ペニーはブロッキーです。マジで？行きたいよ、ペニー。ペニーはあと、カニオスケさんと、まぁ、あ、ちょっと休んで。わかんない。今日爆走のこと俺抱くかもしれない。爆走が綺麗すぎるから。おい。返さないよ。返さない。のんちゃん早くおいで。俺もしかしたら今日爆走抱きしめるから。臭いわよ。スマニアの匂い嗅いでないからまだ帰れない。大丈夫かな。どこ行くんだろうね。わかんない。いや、言えないでしょ、どこ行くか。どこ行くか言えるわけない。え、普通のおじさんになってるけど大丈夫ですか。何に怯えてる。されてます。何に怯えてる。花火ありがとうございます。怯える。私ありがとう。ぷっぷくぷぷっぷくぷ。バッキンガム宮殿にぶち込むぞ、てめえ、この野郎。この野郎。私、大手さんの配信者の匂い全員嗅がないと帰れない。匂いフェチだから。足、俺の足嗅ぐ？やだ。怖いよ。絶対足は。ちょっとね、ほんと匂うんだよね。やだ、匂うんだよね。匂うんだよね。臭かった。ちょっとトイレに行きます。あ、妻にゃんがもう隣で臭かったって言ってる時点でダメでしょ。いや、ほんと臭いんだよ、今日。あなたが煽るから、ふわっちで綺麗にやってたのにこんなことになっちゃったんですよ。600だよ。600だよ、さっき800あったの。いいお尻。あなたが、ね、俺のキャラをニコ生寄りに戻したんだよ。責任取って。再評価されてんじゃん。あとカメラの向きをさ、こっちにしてくんない？どう？俺のカメラの向きを。どっち？どれさん寄りに。もっともっと、もっと、そう。あのさ、俺さ、せっかくクリーンなイメージでさ、静かにやっててさ、静かに面伸ばしてたのにさ、なんでこんなこと言ったの？再評価されたい。あなたのせいで、あの、ニコ生のアンチが荒ぶってるのよ。アンチじゃない。責任取ってマジで。アンチじゃない。いや、アンチでしょ、これ。アンチじゃない。静かに、静かに、こそこそやってたのにさ、はい、分かったね、みんな。ね、バカンスを楽しんでたのにさ、ハイルさん、花火ありがとう。ありがとう、ニャン。ありがとう、ニャン。でも、見たことある人って。いや、もうね、ニコ生のノリはね、ほんと死にたくなるんだよ、ほんと。ていうかね、やっぱ、ふわっちみんね、ピュアみんが多いんだよ。そう、純粋。そうそう。だって、あんまんちくない。これはね、こないね。こういうアングルっていうのが分かってないの。本気で怒っちゃってるから。じゃあ、だから、俺はね、あの、ドレさんに言いたかったんだけど、ね、プロレス語るじゃん。うん。でね、配信者は、プロレスなんだから、和道が言ってること間違ってるよ。何が真剣勝負だよって言ってるけど、それを話したらプロレスじゃないでしょ。まあ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 。それこそプロレスじゃないでしょって話になってくるんだよ。真剣勝負、真剣勝負だって猪木を言うでしょ。マッチの人はね、ピュアにすぎる。優しい、優しい。ピュアだよ、ピュア。優しい。イケメンすぎる。いや、リスナー批判はしてないよ。リスナーありきで飯食ってるわけだから。リスナーありきで飯食ってるわけだから。俺はリスナーに感謝してんの、アンチも含めて。ブロック入れたやつも含めて、あの、俺の名前を呼んでくれたやつ全員に感謝してるよ。だけど、要はね、ニコ生民もね、ふわっちのノリ戸惑ってんだよ。戸惑ってんの、マジで。だけど、新しい時代が来たんだよ。新しい時代が来たの。カッコつけ、あのさ、カッコつけてーなんて言うのよ。カッコつけたいって言ったら人生である？俺の人生32年間で何か一等賞取ったことあるか？勉強でも、スポーツでも。金メダル取ったことあるか？ないよ、俺は。ここしかねえんだよ。ここでカッコつけさせてくれよ。クラスで一番取ったか？取ってねえよ。かっこいいかかっこよくねえよ。だろ？ここしかねえんだよ、俺には。ここぐらいカッコつけさせてくれよ。頼むよ。頼むよ、みんな。俺の唯一の居場所なんだよ。そうだろ？
そう思わねえか。好きだけど。そうだろ。食べた。ブラジャー。ありがとう。もういくら多分100均で売ってんでしょ。100均じゃないわよ。高いわよ。あ、松木よ。海外で買わないと買えないわよ。そうなの。ブラジャー。めっちゃ今ブレイクする。多分フラッツ一番来てるから。ハワイで来てないの。来てるか来てないかとかトレンドなんていいのよ。ハワイでいいの。ハワイでいいの。そんなことよりも泣きたいの笑いたいの。俺はねドルさんとでもマジで俺はスパーリングでマジでドルさんの最後のスパーリングで流した涙は本物だよ。あじゃあ本物だよ。じゃあ嘘だとは言ってないけど違うの俺の感情を要は泣かないのよ。バカなの？配信外であんないいシーンをやるから配信外じゃカメラに収まらなかったんだけどあれは違うの。俺は純粋に心が動いたの。一番いいシーンだった。一番いいシーンだった。同じ目線だ。一番いいシーンだったけどいいのよそれは。俺の心がドレさん動かしてくれたの。頭が逆にある。俺ちょっとうるっときたやっぱ。いや俺は知らないの当てなかったのドレさんにパンチを。本当にかすりでもいいから当てなかったけど。かすったよ。かすってないの。違うの。ドレさんの顔を追っかけてずっとジャブ打ってきたの。そうだから俺は悔しかった正直。なんで悔しい気持ちをさ苦悶流線でぶつけられないの。なんでだからそういうところがあざといんだよ。ラーハゲチームトレーニングしたんだよ。知ってた。苦悶流怖いんだって俺。あいつ絶対強いって。あいつガチだからあいつ俺のことボコボコにするんだよ。俺絶対やらないから。空気読めない。あいつ空気読まない。あいつは KY タイプだからボッコボコに俺のもう一つ上がってんのがランハゲタイプ。あとがすごいやるんだよ。ランハゲ強いから。ランハゲも強いからやらないよ。今のはどうならいけるだろう。ごめんね。言って僕はブランクあるからね。ただの酔っ払いだから。あれはね、要はね、暴走族やってたやつの。ワシントンホテル。気合気持ちの強さ分かってるから。俺やんないし。はい。ボコボコにされるって。はい。はい。解散で。汚ねえ男だよ、俺は。移動です。皆様。はい。僕は帰ります。すいませんけど。やらないよ。もう恥かかせないでよ、本当に。やらないよ。クモンリフとかランハゲとか強すぎるの。1階で集合ね、最終号、見えなくて。ああ、危ない。ドルさん、カメラ外して。これはどこってこれ、配信見えないでしょ。ドルさん、まだ僕、帰る。向こうでやりましょう。そう、私も買い物してない。そう、配ろうかなと思って。祝電になってるね。自分とは祝電なんですか。どっぱら。いや、俺カスだよ、クズだよ、ゴミクズだよ。皆さん順番にお願いします。そう、ゴミクズだよ。こんな大人になっちゃいけねえんだよ。俺は分かってるよ。でも俺は俺でしか生きらんねえんだよ、ごめんな。俺だけどリスナー好きだからみんなありがとう、感謝してるよ、大好きだよ。ありがとう、俺を叩いてるやつも含めて大好きだよ。KP KP KP はいよ、はいよ、おみくずだよ。始末書やだ。待ってる。ゴミクズだよ。前科3番だよ。それね、エセユキの。わしが被ってて。おばあさん騙して600万をか、ね、稼いだ。ゴミクズだよ。マジで。マジマジ。いや、俺はゴミクズだよ。俺みたいなやつになっちゃダメだよっていう。よいしょ。誰が G カップ？こっち。わし、わし G カップ、KP、H カップ。全てのクズどもに KP、俺みたいになんだよ。キッズども、KP。勝手に映っちゃった。いいよ、映って。全然いいよ。全然いいよ。そう、ワドさん初めて見たとき、年上好きだっていうの聞いて。年上好き。年上が好きなわけじゃないの。私、今年でね、1984年の8月7日生まれ。あ、だから84年って俺、9個下やった。9個下だから13年だよ。今32の。演歌は気にするよ。俺が行った罪なんだよ。
俺はバツ。だって生っぽい女嫌いって。え、何？生っぽい女嫌いし。何生っぽい女？女女してる系が嫌い。あ、関係ないよ。俺を好きな女は全員抱くよ。俺に抱かれたい女全員抱くよ。沖縄で200人抱いたから。沖縄で200人抱いたから。マジ？大丈夫だ、ほっといて大丈夫だよ。体死ねこ、絶対死ぬから。今日はいい回だったんだよ。俺はのたれ死ぬから、地獄見るから大丈夫だよ。苦しんでまだ死にたくねえっつってもがっから。ありがとう。まだワンブさん一人で飲むとしてですか。ありがとう。トイレ行ってくるんすね。うん、ありがとう。これ置いとくっすよ。うん、ありがとうね。もったいないです。いや、償ってねえよ。一生消えねえんだよ、罪は。俺はその業、自分の業だと思ってるから。お願いします。はい、はい、行きます。棒だから。いや、今日はいい日だ。俺の棒だよ。いいよ、叩け叩け。犯罪者、犯罪、俺を叩くことによって、犯罪者はダメなんだっていうことになるんだよ。犯罪者は和道みたいになるんだ。叩け叩け。俺を叩け。はい、出てください。詐欺撲滅にだよ。そう、俺のカルマだから。政治家じゃねえよ。私、ドレリスナーの前に和道リスナーだったんだもん。おい、ふざけんなよ。なんで？ふざけんなよ。何お前浮気してんの。浮気？いや、女は優秀な種を選ぶって言うじゃない？バカ、俺の方が優秀だよ。じゃあ優秀に見せてよ。優秀に見せるじゃないよ。俺の才能を気づかないっていうのはダメなの。いや、でも朝方のあのコメント結構面白かったから、私もコメしてたよ。そう？うん。うん。待ってるよ。じゃあ。待ってる？うん。でもね、あれだから、うん、何？ワド戦はみんな、熟女系だって聞いてるから。違う、熟女系じゃないのよ。あのね、要はね、例えばさ、年輪の深い木を見ると感動しない？まあ、ね、いろいろ樹齢何千年とか見るとさ、なんかこう、ね、美しさを感じる。そう。でも、浅はかさとか考えるとね。何、浅はかさ？いや、年輪を重ねてても、その年輪に伴わないパターンがあるのは知ってるからさ。違うよ、やっぱりね、年齢っていうのはね、経験とか年齢って裏切らないんだよ。そう。そこに美しさを感じるの、俺は。いっちゃんいらっしゃい。よっしゃ、行くか、次。とりあえず行くですよ。か？うん。はい、行くか。靴持ったんですね。足の靴は行くよ。よし、行こう。どうもどうもどうも、みんな。ごちそうさまでーす。どうも。次行くか。ありがとう。ありがとうね。誰のか分かんなくて全部触ってきちゃったから。そう、私の靴がなさすぎてめっちゃ焦ったんだけど。いや、だから呼びに行ったんだけどさ。飲む？もっと飲むところ見たい？じゃあ花火ちょうだい。飲み代花火ちょうだい。飲み代花火くれ。わあ。飲み代花火ちょうだい。えい。酔ってるよ。今日酔わないとドレさんに失礼だから。そう、今日酔わないとドレさんに失礼だから。そう、死ぬまで飲もう。え？赤好きなの？俺違う、赤と黒と白しか身につけない。テーマカラー。あ、そう。素晴らしい。でしょ？ないでしょ？本当に身につけないですよ。赤と黒。そう。赤と黒。身につけない。そうそうそう。聞いてあげるよ。リスナーに要求するな。要求するよ。それが仕事だもん。そう、俺を満たせ。うん、俺が生きててよかったって思うほど、見つけ。死ぬほど満たせ。俺を。どれを詰めろ。詰めるよ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 。詰めな。あの筋肉お化けね。詰めな。詰めるよ。いいんだよ。全員クソだよ。自分のことをクソだって言えない人間を信用できねえよ。全員クソだよ。神なんていねえんだよ。そうだろう。仕事何してんだ。仕事なんかしねえよ。約束も守れねえ、上司の言うことも聞けねえ、遅刻はするね、愛想を振りまけない、仕事なんかできるわけねえだろバカ野郎。だから配信やってんだよ。いや、そうでしょ。まあ間違いないです。そう、ここしか生きる場所がねえんだから。そうだろう。
はい、ワード2。偉くもないし立派でもない、わかってるのは胸のドキドキ、答えでもない本当でもない、信じてるのは胸のドキドキ、胸のドキドキだけ。はい、ワード2。そうじゃないの、いいんだよ、笑いたきゃ笑え、笑いたきゃ笑え。なんで枠を映さないの、関係ねえだろ、俺配信者だ、見たくないやつは見ねえだろ、見たいやつは見るわ、間違いないですね、強制してねえわ俺。カラオケかな、そうだよ、笑われてなんぼだから、笑われてるのかな、笑わせてるのかな、風船10個ありがとう、ありがとう、えい、アイテムじゃんじゃん頼むわ。子供の頃に分かりかけてたことが大人になって分からないまま、偉くもないし立派でもない、わかってるのは胸のドキドキ、答えでもない、本当でもない。上機嫌、上機嫌、何を飲むかじゃなくて誰と飲むかでしょ。あ、間違いないですね、一緒に飲もう、一緒に飲みましょう。よし、映像切るよ、映像切ります。信じてるのは胸のドキドキ、はい、ローズ、胸のドキドキだけ。いいんだよ、アンチなんて、アンチなんかいいんだよ、アンチしかいなくていいんだよ。冬に覚えた歌を忘れた、そうだよ、興味なかったら見ねえって、そうだろう、興味持ってくれてありがとう。ストーブの中残った石油、つららのように尖って光る。大丈夫母君、明日仕事？明日仕事っす、明日仕事。マジで？全然いいっすよ。毎日がエブリデイ？毎日がエブリデイ。毎日エブリデイ？大丈夫？時間。いや全然俺は。うん。全然余裕です。いい。やがて、アイテムありがとう。あ、でもね、劇場のカス。音楽室のピアノでブギー。ジェリーリースタイル、骨身をさらけ出したその後で三分的に笑う。はい、アイテムありがとう。アイテムありがとう、愛してるよ、チュッチュ。心のない優しさは敗北に似てる。荒野どこ行った、俺の可愛い、俺の荒野どこ行った、俺の荒野、俺の荒野どこ、俺の荒野、俺の荒野どこ行ったんだよ、うん、俺の荒野どこ行った、いるんじゃないですか、8人いんのかな、入り口の前
声呆れて帰ったの。マジしょうもねえな。何に呆れたのか。よくわかんねえわ。声呆れちゃったの。つまんねえ男だな。さくらんぼ風船ありがとう。にゃこハートありがとう。ジュビアハートありがとう。自分に呆れたのか。自分に呆れちゃった。音楽室のピアノでブギー。ユッピーいらっしゃい。俺は俺、どれはどれ。そう、俺は俺、どれはどれ。I listen to my heart. 一人じゃない。じゃあ5秒後に手を挙げて。5、4、3、2、1。手を挙げお願いします。1、2、3、4、5。お疲れ様です。6、7、8、9、9秒10、11、12、13、14。ラグってるね。ラグってる人は更新してください。ちょいラグだね。ちょいラグ。ちょいラグ。はーい。はーい。荒野どこ行ったの？荒野。荒野。荒野どこ行った？荒野。帰っちゃった。帰っちゃった。っていうか、新宿のいつもの場所だ。あー、キャスバー。キャスバーか、駒劇前の青い壁のとこ。マジか。荒野と語りたかったのにな。もしラグってる人いたら、ラグってる人いたら、更新してください。11じゃないの ?11 じゃん。嘘。だってあそこにもいるよ。あ、タクシー。誕生日おめでとう。あなたいんの？いや、いないと思うけど、見てるかもしれない。ノンタンおめでとう。おい、お前らよ、おい、おい、どれのよ、あー、この野郎。はい、あっち行くわ。恥ずかしい大人と一緒に、あいつ頭いいな、正解しか叩き出さないな。あいつ正しいわ、あいつの判断間違ってねえわ。あいつの判断正しいよな。そうまね。恥ずかしい大人と一緒にいたくない。正解すぎるんだけど。確実に正解だよね。どうなの？あー気持ち悪い。飲みすぎだ。あー気持ち悪い。飲むぞ。飲むぞ、お前ら。ついてこれんの？一緒に飲んでる？ KP してる？みんな。KP してる？腹減ったな。どっちだろう。結構飲んじゃう。任せる。あ、結構飲むんだったらじゃあ。する？
生ビールはつけますか。いや任せます全然。カードいけるんです。金に困ってないんで。金には困ってないんで任せます。収入はあるんで。生ビールつけるかつけないか。ちょっとパスもだから。あ、違うか。困ってないんで。じゃあ普通飲んで。金ならあるんで全然。妻にはいるよ。妻にはいるよ。妻にはなんか綺麗になってんだけど。あ、入るんですか。金ならあるの。金ならあるの。有り余る財力。金ならあるんですよ。金なら。花火が上がるんで。金は腐るほどあるんで。任せてください。はい。息子に私自慢できます。母ちゃん。そばにはなんか小顔になってるけど。こんな感じだったっけ。なんか綺麗になってる。総集？楽しんで。はい、5000円。爆走整形ショー。いくら払うんですか。ありがとうございます。ウレさんと和道さんのもうありがとう。あと大好き。あの浅井由紀子さん、浅井さん大好きです。和道さん、お願いします。いいっす。ハッチ花火ありがとう。なんかつばねん綺麗になってるよね。顔いじったんだろうね多分。顔をいじったんだろうね。何えげつないぐらい。カラオケ代返しです。金ならあるんだよ。ハチ花火ありがとう。さっきの海に中やばい。金ならあるんだよ。海に中やばい。あり余る材料。あ、のあり余る声優読んでます。嘘、読んでんの。なんだよ。怖い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 。なんだよ。丸いのカードを持ってたっけ。30を丸いのカード持ってて怖くて申し訳ないんだけど、丸いのカードはベイベイベイ。オブスとか言うな。キモい。ドレさん、せドレさん、俺の誰に渡せばいいの。ドレさん VS、うん、誰。エセユキに渡せばいいの。エセユキさん、エセユキさん、俺の分もらいました。嘘、カー君、カー君、いいの。カー君、あり余ってんの財力。いや、今日5万ぐらいしか持ってきてないじゃないですか。あとカードあるんだよ。マジでカー君、ありがとうございます。やべえ、カー君におごってもらった。カー君、脱ぎに切れるんだよ、俺。やべえんだけど。配信、まあ、配信中。カー君におごってもらったわ、マジで。お前ら見た、カー君の男気。もう黙って会計済んでますって。わかる。不合だからか。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよもう。